アラビアオリックスの保護区は、オマーンの中央部にある自然保護区。丘が連なる砂漠地帯の地だとあるハラシース平原に設定されており、その名の通り、野生種が絶滅したアラビアオリックスを野生に近い状態で保護、育成することを基とした保護区である。1994年にユネスコの世界遺産に登録された。しかし、 環境の悪化とオマーン国内での決定に関連して2007年に世界遺産リストから抹消された。世界遺産の中で登録を抹消された物件は本県が初である。アラビア海からの湿った風がこの地域の独特な生態系を育んでいる。その風のおかげで砂漠地帯であるにもかかわらず絶滅危惧種を含む珍しい植生が見られるのである。動物賞で特筆すべきは 保護区の名前にある通りアラビアオリックスである。この動物はユニコーンのモデルになったとも言われる美しい角が特徴だがその角を狙った狩猟の対象にもなり数を減らしていった。そして1972年には野生種は絶滅した。オマーン国王カーブースビンサイードはアラビアオリックスの保護区の設定を目指し1982年に アメリカ同植物保護協会から譲り受けた10頭をこの地に再導入し、世界で初めての試みとして、放し飼いで野生に介した。アラビアオリックス以外で生息している特徴的な哺乳類や鳥類には以下のものがいる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 登録から間もない1996年には400棟にまで達したものの以降は密量の取締りの不十分さなどから数を大幅に減らした。さらに、オマーン当局が保護区の設定区域の90%削減を打ち出した結果、第31回世界遺産委員会で世界遺産としての顕著で普遍的な価値は失われたと判断された。ありがとうございます。